地球を見てみたい。その思いからカメラは宇宙を飛んだ。科学の最先端にはいつもニコンがいた。未知なるものを見てみたい。その思いからカメラは限界へ挑んだ。好奇心の最前線にはいつもニコンがいた。瞬間を捉えたい。その思いからカメラは人を映した。歴史が変わる瞬間を残しておきたい。その思いからカメラは時代を映した。報道の最前線にはいつもニコンがいた。より高い機動力、より速い処理能力、より細やかな描写力、より豊かな表現力を持つカメラが欲しい。その思いから新しいテクノロジーが次々生まれた。象徴 F マウントの誕生は1959年、以来50年近く歴代の一眼レフカメラに採用され、そこから名機と呼ばれる多くのカメラが生まれた。映像への情熱やこだわり、その思いは新画像処理システム XSpeed に結実した。そう、カメラの進化にはいつも未来をワクワクさせるニコンのテクノロジーがある。写真を愛する全ての人へ。ニコンはこれからも映像のプロフェッショナルとしてあり続ける。ニコンは今日も世界中のさまざまな国で、そこに暮らす誰かの楽しみや喜び、
驚きのそばにいる。写真は人の目をどこまで超えられるか。映像で人の心をどこまで動かせるか。カメラの可能性はどこまで広げられるか。撮った時以上の喜びを再現するために、1917年ニコンが誕生して90年。今までもこれからもニコンは進化し続ける。期待を超えて期待に応える。